関連質疑を許します。上松恵美子さん、はい、民主党新緑風会の上松恵美子でございます。本日は安倍内閣の緊急経済対策について伺ってまいりたいと思います。いわゆるアベノミクスというものは3つの矢が同時に成功することによってこの日本の経済を好転させていくという計画であると伺っております。そしてその、予算は補正予算だけでも 10.3 兆円が措置されておりますが、この 10.3 兆円を消費税に換算しますと全国民が1年間で納める消費税の約 4% 分に相当します。大変な金額であると思っております。その大規模に行われる経済対策も例えば一本の矢でも的を外してしまえば大きな財政赤字を膨らまして失敗に終わってしまうという危険性をはらんでいると私は思っております。安倍総理は所信表明におきまして、本当に額に汗をして一生懸命働いている人は必ず報われる、そして未来に希望と夢を抱くことができる、そんな社会を作りませんかと言って呼びかけられました。私はその安倍総理のお考えには大変深く共感しております。そういう意味におきましては私は本日は生活者の立場で、そして地方で一生懸命働いている人たちの暮らし向きが上向くような経済対策であってほしいという願いを込めて質問をさせていただきたいと思います。まずは金融政策の面から伺ってまいりたいと思います。この度の金融政策はインフレターゲットを 2% の目標としておりますけれども、当然のことながらすべての品目において 2% ずつ物価が上昇するわけではございません。品目によっては相当上昇するものもあれば横ばいのものもある、あるいは品目によっては下がるものもあると思っておりますけれども、今回のインフレターゲット 2% を目標達成するためにどのような品目が上がりやすくて、あるいはどのような品目はそんなに上がらないのと想定されているか教えていただきたいと思います。はい、あまり経済財政政策担当大臣。物価目標というのは物価全体平均をしてですね、2% を安定目標として掲げて、それに向けて日銀が主体的に金融緩和をしていくということであります。それは時々の経済状況にもよると思いますけれども、何が上がって何が上がらないかということは定性的にはなかなか言い切れないというふうに思っておりますが、はい、上松さん、いわゆるやってみないとわからない実験的なこともあるというようなご答弁かと私は受け止めておりますけれども、米国のですね例を取ってお話をさせていただきたいと思いますが、米国では2002年以降から消費者物価指数は 2% 前後で推移をしてきていると思っております。でその米国においてのいわゆる物価の上昇率、例えばテレビとか自動車といった国際間での価格競争が激しい、そういった品目については上がるどころか下がってきております。テレビなんかは約5分の1の価格になっております。一方で食料品、電気代、ガソリン代、医療費、こういった生活コストに関わる重要な品目については2002年の1月を起点にいたしますと 30% から 40% 上昇しているということが分かっております。つまり生活にとって必要なものが上がりやすい傾向にあるという意味においては、インフレターゲット 2% を早いうちに目標達成をするというふうに日銀に要請をしている安倍総理、生活者の負担なくしてはこのインフレターゲット 2% はなかなか目標達成できないじゃないかと思っておりますが、どのようにお考えでしょうか。内閣総理大臣安倍晋三君。問題はずっとこのデフレが続いてきたことでありまして、15年間デフレから脱却できなかったんですね。このデフレは物の値段が下がると同時に、収入も下がっていくわけでありますし、そして年金もですね、この物価にスライドさせなければいけないわけであります。そもそも、経済というのは基本的にはですね、緩やかな物価で成長していく、物価の上昇率があるということを前提に、年金も大体組んで、いるわけで、ありますから、そういう状況にですね、正常な状態に一日も早く戻すことが重要であり、そうしなければ絶対にですね、この収入の下落は止められないということであります。上松さん。
緩やかな物価上昇ではなくて短期的に早く物価を上昇させるんだと安倍総理はおっしゃっているかと思っております。昨年の11月からも比べますともうすでにガソリン代は 4% 値上がっている状況でございます。でよく私の地元で集会などを開きますと本当に多くの声が聞こえてくるんですけれども、この物価の上昇に従って給料も上がれば問題ないと思うけれども、どうもこの給料が上がるような気がしないんだという、こういった方たちが本当に多いんですね。で、社員の給料を昇給した企業あるいは雇用を増やした企業に対しては法人税を減税するという税制を取り入れようと政府はなさっているようでございますけれども、ご存知の通り法人税を納めている企業というのは儲かっている企業でございます。しかし今日本企業の7割は欠損法人でありまして、これが資本金が小さければ小さいほど、つまり中小企業になればなるほど欠損率が高くなっております。で、こういうことを踏まえてこの法人税減税以外の施策というものを取っていくつもりがあるのかどうかお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。先ほどの石油ガソリン代についてはですね、そもそも原油価格が上がっておりますから、そうした国際価格に引っ張られているというところが大きいんだろうと思います。そしてもう一点なんですが、一つはですね、確かに法人税払っているところが少ないんですが、それはデフレ経済、これも極めて大きな原因なんですね。そして為替もあります。今この中で今まで全く法人税払ってなかった企業がですね、今度は払うというところずいぶん出てきましたよ。ですから例えばトヨタ自動車においても国内では実はですね、赤字が出ているわけでありますが、これは一気に状況が変わっていきます。そういう中においてそうした赤字法人だったものがですね、黒字に変わっていくということもあるんだろうと思いますし、それと基本的にはですね、今の政策を取っていることによって企業が収益を改善をしていきます。そしてそれから収入や従業員の給与が上がっていくという順番を取るわけでありまして、そのサイクルをなるべく短くするためにですね、先般経済界の皆さんに集まっていただいて、なるべく賃金そして一時金等においてですね、対応していただきたいというお願いをしたところでありまして、早いところにおいては新浪さんのところがですね、給与を上げてくれるということを決定をしてまいただきました。ついついとこういう企業が出てくることを期待をしたいと思います。上松恵美子さん。総理、私が申し上げているのはトヨタといったような大企業の話を今しているわけではございませんでした。改めて申し上げますけれども、地方の中小零細企業で経営を されている方、あるいはそこで働いている方たちの給料が上がるまでには相当時間差があるのではないか、あるいは いつまでたってもなかなか上がらないのではないかと懸念しているんですけれども、中小零細企業についてお答えください。安倍内閣総理大臣。大企業としてトヨタというのを例に挙げましたが、トヨタの周りにはたくさんのですね、何百何千と言っていいと思います、関連の、会社がございます。ここには中小小規模もありますよ。でそういうところがだんだんですね、このトヨタが収益を上げてくればですね、納める金額もですね、製品が納める金額も当然変化をしてくるわけであります。そういう意味においては今大きな変化が起こりつつあるんだ、今まで起こってなかった変化が起こっているということではないかと思います。上松さん。じゃあそれではですね、中小企業に対する円安の影響について伺ってまいりたいと思いますけれども、日本企業の売上高に占める輸出額の割合というものは大企業であれば 27.8%、 大企業でさえも 27.8% です。そして中堅企業で 11.8%、 中小企業になりますとたった 7.4% に過ぎません。この数値から見てわかるように、中小企業あるいは地元の商店と言われるような会社がですね、むしろこれは円安の恩恵よりも燃料代が上がったり、あるいは原材料が上がったりして会社にかかる負担の方が大きくなって人件費に回すことが本当に余裕として出てくるのかと私は、疑問に思っております。ですから短期的なそういった経済対策は地方の中小企業に見違えるような景気回復が起こらないんじゃないかという懸念をしているんですけれども、いかがお考えですか。あまり経済担当大臣。一番大事なことは十数年間ですね、日本を悩ませし続けてきたデフレを脱却することなんです。一つの政策でなかなか脱却できないということで三位一体でやっていくということであります。
でこの経済効果がせーのどんで全部にですね同時刻に出ればそれは一番いいんでありますけどやっぱり巡り巡ってくる部分がありますでありますから地域に対してはこれは公共事業はダイレクトに需要が生まれるということでありますから巡り巡るよりも早く行くと思います。あるいは中小企業について言えばですね、試作品の補助金これは確か最大3分の2だったと思います。1000万上限でこれをですね1万社か2万社だったと思いますけれども、これを出していくとこれもですね、地域に散在する中小企業の底力になっていくと思います。いずれにいたしましても直接出せるものは工夫をして出すとそれから経済が回っていく中でですね冷え切していく部分これはタイムラグは当然あり得ると思います。上松さん当然のことなら時間差もあれば地域間格差もあるということでございますけれども 来月の3月で中小企業に対する金融円滑化法は日切れを起こします。でこの金融円滑化法終了後は5万社から6万社この立ち行かなくなってくる企業が出てくるというふうに計算されておりますがこういった企業に対しての政策先ほど1万社から2万社に対しての政策は聞きましたけど5、6万社出てくるんですけどいかがでしょうか。甘利担当大臣この円滑化法の対象企業は3、40万社あります。その中で、おそらくその5、6万社が丁寧な対応が必要だというふうに言われています。で、まず一番近い線で中小零細企業に近い線でいきますと地域の金融機関がございます。で地域の金融機関はメガバンクと違いまして地域の中小企業零細企業がお客様でありますからこれへの対応を誤るとお客自身を失うことになります。でそこで丁寧な対応をするように金融庁からも指導をしております。いきなり、切れたからおしまいですよということではないと準ずる対応をせよとそれから地域の中小、金融機関がですね経営改善計画をするのにマンパワーが不足していると思います。それについて人を派遣するような仕組みを作っております。もちろん支援協議会という地域の仕組みもあります。それから地域の経済と深く関係するようなもうちょっと大きい規模のところについては今度機構法改正をいたしましてですね地域の企業を支援する仕組みをさらに支援するとそういうことも合わせて取り組んでまいります。はい金融円滑法が切れますと金融円滑法はつまり2つの義務が課せられたと思っております。金融機関に対して1つは企業からの申し入れがあったらなるべくそれを受けるようにといわゆる返済猶予を受けるという努力義務ともう1つはその、金融、すみません、返済猶予の取り組み方について定期的に金融庁に金融機関から報告をするという報告義務がありました。でこの報告義務にはですね罰則規定がございましてこれがいわゆる金融機関に対する金融庁からの圧力となっていわゆる返済の猶予の申し込みに対して企業に応じていたと思われますがこの度この金融円滑法が切れますと努力義務も報告義務もなくなってしまいますのでおそらく金融機関は貸し剥がしだとか貸ししぶりになるという可能性が出てくると思いますけれどもこれに関して麻生副総理はどのようにお考えでしょうか。麻生金融担当大臣今のご指摘の点についてはこれは大変心配せなきゃいかんところなんでありまして甘利大臣の方から約5万社6万社ぐらいがその対象になりうるであろうと思われております。でこれまた5、6万社の中も千差万別なのはご存じの通りなんでもう花からもう先行きもないような感じたらたら手形をジャンプと分かり手形のジャンプっていうのだけさせてるような感じのものをは速やかに他の会社と一緒になるとかいろんな形でいわゆる大企業ではなくて信用金庫信用組合等々中小の企業と一番付き合いの深い金融機関に対しては間違いなくその内容をよく精査した上で少なくとも今金融円滑化が切れた途端にトタでバタ倒れるなんていうことのないようにきちんと対応するように指示をいたしたところであります。
上松恵美子さん、そうなんです。それで私も金融円滑化法を何回も延長したとしても、これは企業に対する延命措置に過ぎず、いわゆる経営再建をしていく本当に根本的な改善にはもう一巡しましたので、なかなかならないと思っております。でそこで政府はですね、企業再生支援機構の組織を変えて、これで地域経済活性化支援機構を作って、これまで例えば JAL などの大企業を再生していた、こういった仕組みを中小企業の再生に取り入れていくという考えがあると伺っております。私はこれ非常に大切なことだと思っております。なぜならばやっぱり本当に再生する企業かどうか見極めて助けていかないといけないのが一点と、中小企業の中にもやはり素晴らしい技術があって、これ潰してしまうには惜しいなという企業もあると思います。ただ5万社から6万社の中で、これが政府支援によって見極めて再生させていくというのは非常に厳しいと思うんですけれども、困難であると思っておりますが、どのように見極めて再生できていくんでしょうか。はい、甘利担当大臣。それぞれ役割分担とそれから連携があると思います。数から言えば一番たくさん対応しなければならないのは地域の、金融機関です。でその金融機関をサポートするような仕組みを作ってあるわけであります。専門家を派遣する等々ですね。でこれ大事なことは、委員おっしゃってますように、技術もない、その将来性もない、どうやってもですね、存続が不可能というのを単に延命させるということは、新陳代謝の点からも、あるいは日本経済の点からもあまりいいことではないと思います。ただ技術はあるのに、なかなかいいセンスはあるのに、それが今の状況でこのままいくと倒産してしまうのはもったいないし、日本にとっての損失だと思います。それを助けるのは単にお金を融資するだけではなくて、経営改善計画あるいは転身をしていく計画を丁寧にやってあげることが大事です。規模に応じて専門家を派遣する、あるいは出融資をする、あるいは債権の引き受けをして、メインバンクとそれから機構、新しい改装した機構の日本に債権、出資者をですね絞る、等々ですね、規模に応じて対応をきめ細かく打っていく。問題は単に延命措置としてつなげていくんではなくてですね、改善措置をしていく、ここが一番大事なところだと思っております。上松さん。確かに私自身も、本当に小さな会社の経営者の一人ではございます。で経営というものは自助努力が必要であって、やはりもう利益を出していくのは自分の努力がやはり元になってもらえなければ、政府支援ばっかりを当てにされてもいけないということは本当に重々承知をしております。で一方でですね、今年の年頭から円安が進んで株高が上がってきて、例えば中小企業者の経営者の皆様が集まる賀詞交換会などに行きますと、これは景気が上向くぞと今言ったら湧き上がってるんですね、地方によっても。でだけどですね、実は、日本全体としては景気が回復の基調に向かってはいるけれども、地元の小さな企業の中では何でか知らんけど倒産する会社もいっぱい出てきているなという、いわゆる地域間格差と大企業と中小企業の二極化が進んでいく経済対策であるということを、私は国民の皆様にお知らせしとかないと、なんか覚悟ができていないんだと。もうこのまま、政府が変わったら、なんかこうすごく景気が良くなって、うちの会社も良くなるんじゃないかなというふうな雰囲気が漂っておりますので、そこを確認したかったまでなんでございますけど、いかがですか。二極化進みますよね。それでは元木、経済産業大臣。その通り、全国に中小企業、それから小規模事業者、420万社あります。それぞれ置かれている状況、また業種も違ってまいります。ただ大半の中小企業、今、デフレに苦しんでいる、販売価格が落ちているわけであります。これをどうにかしなきゃならない、これが安倍政権にとって大きな課題であります。で先ほどもありましたように、30万社から40万社が円滑化法、非影響していると。ただそこの中で5万社から6万社ぐらいがですね、事業再生計画等々を作ってですね、経営を改善していかなくちゃならない。3段階に分けています。ある程度大きな、中小企業に関しましては、企業再生支援機構によります支援を行ってまいります。そしておそらく数千社規模になってくると思いますけれど、再生支援協議会、
ここによります支援を行います。そして数万社のものに対してはですね、よりきめ細かい、先ほど甘利大臣の方からもですね、答弁ありましたとおり、認定支援機関、地域の金融機関、等々が中心になってまいりますが、そこによります、経営管理計画の策定と、補正でも、400億円以上のですね、予算をつけさせていただいております。そしてさらにですね、それを下支えする仕組みとしてセーフティーネットであったりとか、そういう制度もですね、整えることによりまして、企業が、事業再生、そしてまた、経営改善とスムーズにできるような体制を取ってまいりたいと考えております。梅津さん、ですね、経済産業省あるいは中小企業庁が準備されております中小企業に対する支援策というものは本当に多岐にわたって世界的にも日本の支援策というのをしっかりしていると評価されておりますが、一方で小さな本当に小さな商店だとか小規模の企業のいわゆる支援策というのはすっぽ抜けていると思われております。それで前政権下におきましては枝野経済産業大臣が当時2012年3月に小さな企業未来会議を設置しました。で、これはどういう目的で設置したかといいますと、中小企業庁が見落としてしまうような小さな商店の経営者とか小規模の経営者と一緒に直接生の声を聞いて歩いて、これを政策に生かしていこうという目的でこの会議が開かれております。全国で行われたと聞いておりますが、この時の成果とか聞いてきた生の声を今後も政権が変わったとしても重要な政策としてぜひ生かしていくべきであると私は思っておりますけれども、すいません、経済産業大臣にもお伺いしたいと思います。はい、本木経済産業大臣。小さな企業未来会議についてでありますが、前政権下でさまざまな地域の中小企業の声等々をですね、お聞きをいただいて大きな成果を上げていると、こんなふうに考えております。我々はそれを発展させていきたいと、こんなふうに考えておりまして、この未来会議をですね、今後は小さな企業成長本部に格上げをいたします。そして今月第1回目の本部の会議を総理にも出席していただいて、東京の霞が関ではなくて中小企業のある場所で開きたいと思っております。はい、梅松さん、本当にありがたいご答弁をいただきまして、私も嬉しい限りでございます。と申しますのは、この度の緊急経済対策は大企業寄りの経済対策だってずっと言われているわけです。で、私もこの経済産業省が出しています中小企業政策を見せていただきましたが、ちょっとはプライドがあるのか知りませんが、全部看板とか名称は先ほどと一緒で変えられてはおりますが、事業内容というのはもうほぼ同じでございます。民主党政権のものを引き継いでいるものがたくさんあります。で、予算の額とか金額の枠組みというのは変わっておりますけれども、ぜひとも自民党さんはこれまで大企業寄りだったと言われておりますので、やはり中小企業、零細企業に対しての政策をしっかりと打ち出していただきたいと思いますが、経産大臣のお答えを伺いたいと思います。経済産業大臣。我々はこれからですね、小さな企業に光を当てていきたいと思っております。今まで以上に当てていきたい、こんなふうに考えております。そして、名称につきましても単に中小企業だけではなくて中小企業、小規模企業もしくは中小企業小規模事業者、こういった形にしたいと思っています。そして町の工場にはですね、いい技術があるんですよ。そういった技術に光を当てる、このためにですね、今回補正でも1000億円かけまして、その技術を事業化する試作品を作る、こういう支援全国の1万社を対象にですね、実施をしていきたいと考えております。上松恵美子さん。私はですね、与党を経験した野党で、またそちらは野党を経験した与党でございます。もう今後日本の政治はですね、発展するためであったらお互い批判して足を引っ張り合っていってもしょうがないと思ってるんですよ。で、国がやっぱり政治家ですから、国の発展のためにあるならば、たとえ前政権であろうが、前々政権であろうが、いいものは引き継いでいただきたい、この思いがあります。で、私もそれだったら協力してもいいと思っておりますので、そういう気持ちで、こうは質問を立たせていただいております。で、引き続き、財政政策について伺いたいと思っております。今回の補正予算の 10.3 兆円のうち、
約半分の5兆円は公共事業に予算措置されております。確かにこの公共事業というのは地方においていわゆる景気刺激策としては即効性が認められると思っておりますし、かつて作ってきたトンネルとか橋梁とかあるいは建築物の補修工事や耐震化といったものは必要不可欠な事業であると私は受け止めております。しかし一方でですね、今後の新しい公共事業を起こしていくのであれば国家として戦略性を ぜひ持たせていただきたいと思っております。というのはやはり借金を作って国債を発行してそれでやる公共事業でございますから、かつて2009年我々が政権交代を成し遂げたとき国土交通大臣であった前原さんがおっしゃった言葉が非常に象徴的でありました。この国には98もの空港が作られ続けてきたけれどもアジアの拠点となるようなハブ空港がなかったんだとおっしゃった。これはかつての公共事業のあり方について象徴的なご発言であったと思っております。今人口が減り始めていわゆる生産労働人口が減っている中でもし早くからアジアの拠点となる空港を作っていてくださればいわゆる国家戦略として作っていれば人物金がこの日本にほっといても集まってくるシステムができていたと思うと私は非常に悔しい思いでございます。で、そういった意味におきましては今後の公共事業のあり方の考え方について自民党もおそらく変わったと思っておりますのであり方について、教えていただきたいと思います。はい、麻生財務大臣。誠に与党の質問として伺うべきところなのじゃないかと思うぐらい今の質問はいい質問です。はい、これはものすごく大事なところです。ゴールデンゲートっていうサンフランシスコのところに橋があります。これは1930年代にいわゆる例のデフレ対策としてゴールデンゲートは作られました。またフーバーダムっていう巨大なダムができておりますけれども今日のラスベガスあの時のフーバーダムのが中にせば今日のラスベガスの繁栄はありません。そういったものはいずれも巨大な公共工事として当時の共和党政権からボロカスに叩かれた公共工事でありました。いずれもそういった他にもいっぱいございますよ。フリーウェイとかいろいろあるんですけれどもそういったものに比べて我々としては今目先間違いなくいろいろなものをやっていかないかんのは先ほど甘利大臣やら皆さんから太田大臣からもお答えになったとおりところですけれども基本的に我々としてはきちんとしたインフラというものがなければ国内の需要がさらに伸びていくことはありません。我々は先ほどご指摘がありましたように日本の GDP 約5兆ドルのうちその 10% から 11-12% が輸出ですから残りの 88% は国内の需要で賄っているわけですからその国内の需要がさらに円滑化していくさらに効率が上がっていくそういう時のために防災のための港湾の施設等々はもちろんのことですけれども港に着いてからそのコンテナが高速道路に上がるまでの道路というのは極めて道路としては、未熟というかきちんとしたものではありませんがあれがスッと上がっていくようになりさえすればこれは効率は一挙に変わりますのでいろんな意味でこういったものは日本が今後公共事業の主たるものとしてきちんとしたインフラというものを備えていくということは国家の経済的な発展引いては国全体の発展につながりますがそういった意味において大変大事な観点だと思って全くただいまのご指摘が正しいと思います。委員長、はい、太田国土交通大臣。自由民主党にという話でありまして質問がありましたが、私の方からも簡単にお答えしたいと思います。ハブ空港ハブ港湾そうしたメリハリをつける。しかも日本は人口減少社会になってくる。こうした中での公共事業というよりも日本の戦略的な経済発展の在り方、それをどうするかという国土のグランドデザインというものをもう一度考え直していかなくてはならないということが一つございます。それは今副総理から話のあったとおりだと思います。もう一点、実は日本の公共事業は昭和30年頃は産業基盤整備ということを中心にした公共事業だったと思います。それが昭和50年前後
生活インフラ、下水道とか住宅というものを重点的に整備すると、こういう公共事業が行われたと思います。 3.11 あるいは笹子トンネル、こうしたことの中で本当に今防災減災老朽化ということに対する公共事業というものをもう一遍頭を切り替えて、新しい公共事業というものを展開しなくてはならない時期というのが来ているというふうに思います。地震が大変心配される、活動期に入ってきている、高度成長時代から、40年50年となって経年劣化を構造物がしているというようなことも含めて、日本の経済発展というところの、また国際間の都市競争ということと同時に、人口減少社会の中でもう一つはそうした防災減災老朽化対策というものに、初めて日本の公共事業というものが踏み出したのが今の政権であると、私はこのように思っています。上松恵美子さん。防災減災のための公共事業は大事だと思っておりますが、私はまあそれも本当に大切です。で、一方でやはりあの国債を発行して行う公共事業ですから、元は取れるぐらいのそんな公共事業を考えていただきたいと思うんですよ。ね、やはり借金だけが膨らんで、あとあと無用の産物作って、あのメンテナンス費用にかかって、これ、足を引っ張るような公共事業はもうやめようと、お互いそう思うべきだと思っております。投資した分ぐらいは元が取れる、あるいは次の世代が食べていけるようなものを作っていく、そういった公共事業に方向転換をしていただけると、麻生副総理もおっしゃいましたので、ぜひご期待をしたいと思っております。で、そこでですね、3つ目の矢の成長戦略について、私は伺ってまいりたいと思いますが、実はこの3本の矢で1本だけ折れそうだとすれば、私この成長戦略のなさだと思っております。と申しますのは、今日本が待ったなしでこの成長戦略に本気で取り組んでいかなければ、また時間が遅れてしまってあの時と振り返らなければならないのが今のこの局面であると思っております。人口が減り始めて超高齢社会になったこの日本に必要なのが成長戦略です。で、これまでですね、現政権も前政権も前々政権もですけど、私はこの成長戦略についてずっと予算委員会で質問をさせていただいておりますけれども、この予算措置の方法が日本はすべて相場的なんですよ。あれにもこれにもそれにも少額ずつ予算をつけて、これといって変わり映えもせずに、結果として成長は見られなかったということを何回も繰り返しているのを私は目の前で見てまいりました。で、必要なのはここは政治決断ですけれども、国を挙げてどのような研究や事業に予算を集中させていくかということが今後問われてくると思っておりますけれども、総理、この成長に対して成長戦略に対して国のリーダーとしての覚悟を持っていただきたいと思うんですけれども、決断と実行力、そして責任を取る、この3つ覚悟をしていただけるでしょうか。安倍内閣総理大臣。今の委員がご指摘された点がまさにポイントでございまして、成長戦略、これは民主党時代にもありました。で、我が党は基本的にはあるべき社会像というものをターゲットにいたしまして、その分野にですね、国家的な資源を投入していく、あるいは、規制に問題があるのか、そしてまた革新的なコアの技術、関連する技術、そしてそれに対する、お金をつけていくということも含めてですね、一気通貫でやっていきたいと思っています。それについては当然私が、今日本経済再生本部を作って、そして産業競争会議を作りました。すべては私が責任者でありますから、当然私のがすべてを責任取り、そしてしっかりと指示を出していきたいと思います。上松さん。総理、絶対に官僚主導ではこれできないんですよ。前例がないことに本当に予算を集中させて投資をしていくといういわゆる一歩踏み出すことでございますから、リーダーがリーダーシップをきちっと持っていただきたいと思っております。で、今覚悟あるとおっしゃっていましたので、大変、頑張っていただきたいと思いますが、この国を将来どのようにしたいかという国家像がはっきりしていなければ、成長戦略の方向性というのは定まらないと思っておりますが、どのような成長戦略を用意しているのか、具体的なものをお聞かせくださいというのは、地元で集会しておりますと、具体性がないよね、あれじゃ心配だよねという声がたくさん上がっております。ぜひ具体的に教えていただきたいと思います。甘利経済再生担当大臣。今までも成長戦略はありました。具体的項目もかなり上がりました。で、おそらく、おっしゃりたいことは、政権が変わっても
成長戦略として解決すべき技術っていうのはそう変わってこないんではないかと、そうだと思います。で、何がいけなかったかといいますとですね、実施する体制ロードマップが弱かったんだと思うんです。総理がもあのお話答弁させていただきましたのは、今ある課題というのがあります。で、それが解決された将来像があります。これを戦略目標として設定して、そこのアラーム方式姿から今の姿へ線を引っ張ってきます。そうするとその線上に解決すべき課題が浮き上がってきます。例えばこういう規制があるからできないんだとか、ここは民間では無理だから、この基本的な研究開発は国がやるべきだとかいう線上にですね、解決する姿が浮かび上がってきます。そして、起こるであろう産業群の姿も出てきます。それをしっかり描いてですね、課題をきちんと捉えて、そして、解決のための指示を出す体制だと思うんです。産業競争力会議が構えられていて、そこで課題をいくつか出します。例えば、その少子高齢化、社会がいろんな、これから産業の活力を失う、あるいは社会の活力を失っていく、だとしたら、それでも活力がある社会というのはどういうものかということは、健康長寿で現役でいられる社会と設定します。そうしますと、そこと現在を引いてくると、ライフサイエンスの分野で何が必要かとか、医療で何が必要かという課題が上がってきます。それをですね、じゃあ規制緩和も含めて、課題が出てきましたら、その親会たる、日本経済再生本部、これは閣僚で構成されています。そこで総理からですね、この下の具体的な会議で上がった課題を、解決しようという指示が下ります。そうすると今度は閣僚は宿題を受けるわけです。宿題を解決する競争になっていきます。もう1回目の産業競争力会議で出された課題が本部会議に上がって、そこから各項目の指示が総理からですね、各大臣に行ったところであります。その宿題を誰が一番早く返せるかと、この競争になってくるかと思います。上松さん、具体的な成長戦略の事業内容を伺いたかったんですけれども、その事業内容を決定する会議の仕組みについて、今、教えていただきたいんだと受け止めております。で、まあいいです、実際になかなかね、これで日本を、日本を引っ張っていくんだという成長戦略というのがいっぱいあるんだけれども、決められないっていうのが今まで続いてきましたのが1点と、これ、私、前政権でもずっと言っております、ですから同じ党でも言うことは言いますけれども、本当にもたしてるんですよ、会議ばっかり続けてやって。で、これ成長戦略っていうのは研究者たちがわんさか一生懸命しのぎを削って国際競争をやってるにもかかわらず、政治家が打ったら打ったらとですね、会議ばっかりやってて、で決まらないうちに国際競争に負けている、早く予算を今つけてくれればいい研究できるのになと待ってる研究者たちに届いてないんですよね。で、私は一つこのエネルギーの開発についてまた一つ例を挙げたいと思います。予算委員会のたびに一つずつ研究を例を挙げさせていただいているんですけれども、私はエネルギーの開発、そして自国の生産に追いつくようにするということは非常に大切な成長戦略の一つだと思っております。で、これ筑波大学の渡辺教授の下で、藻類、藻ですよね、浮いている藻からエネルギーを生産するという研究、オーランチオキトリウムの発見によってすごく進歩した研究が出来上がっております。で、藻類から液体燃料を作ることが可能になる研究がもうそろそろ実用化に向けて発展しているんですけれども、軽油やガソリン、ジェット燃料が藻からですよ、できるっていうことが分かってきました。で、計算上では日本の休耕田の39万ヘクタールのうち 5% 相当、いわゆる2万ヘクタールを使ってこの藻類を生産することに利用できれば、日本の年間の輸入している石油の2億トン分を休耕田で作ることができると計算されております。休耕田が油田に変わるという研究が進めているんですけれども、総理、こういった、開発についてはご興味おありでしょうか。はい、内閣総理大臣安倍晋三君。はい、今ご指摘の点はですね、今までもですね、勝谷さんとか何人かからですね、ぜひ研究するようにと言われております。そうしたものも含めて、メタンハイドリルもそうですが、今、エネルギー、また
まあ、できるだけクリーンなエネルギーについてはですね、私たちが示している、まあ、あるべき社会像の一つとして、ターゲットに入れているわけでありまして、政府を挙げてそうした研究をしていく、そしてそれが、まさに成長戦略の中心的な柱の一つであると、こう考えております。上松恵美子さん。ところがですね、この日本においては非常に研究者の生の声を聞いておりますと不都合なことがたくさんあるんだなと思っております。と申しますのは、藻から燃料ができるんですから、これ日本だけが研究取り組んでいるわけではありません。世界中で国が一丸となってこの研究開発にお金を注いでおりますが、日本はまた悪い癖が出てきておりまして、文科省と経産省と農水省でそれぞれプロジェクトを立ち上げて35ぐらい乱立しているんです。そして予算は2008年から約10年間の間で80億から100億、もうこれはでも少額ずつ振り分けておりますので、非常にこの予算の使い方が非効率でありますし、なかなか研究者のところに届いていない、でその研究の連携も取れていないという状況であるんですけれども、こういったことを改善していかなければなかなか諸外国には勝てない。で一方で米国はこの藻類から燃料を作るという研究は万全の体制を作っておりまして、これまでに1000億円の予算を投じております。それエネルギーができるんだからこのぐらい投じたっていいという判断のもとでやっていると思います。でこれ1000億円というのは腰を抜かすような予算ではありません。今回の緊急経済対策のうち5兆円は公共事業です。そのうちの 2% ですよ、1000億円って。次のために種を植えるのであったらそんなに高い投資だとは思いませんけれども、国のリーダーとしてこのエネルギー生産どのようにお考えでしょうか。すいません、国のリーダーです、総理大臣です。安倍内閣総理大臣。内閣総理大臣。今の個別の政策だけではなく、今の、個別の点ではなくてですね、エネルギー政策については先ほど、答弁させていただいたようにですね、まさに、なるべくクリーンなエネルギーの確保、自前のエネルギーの確保というのは我々にとって我が政権にとっても命題の一つでありますから、全力で取り組んでいきたいと考えております。これまた省庁間の縦割りをいかに排していくかということも重要であろうと思います。総合科学技術会議はですね、まさにその役割を果たさなければいけないわけでありまして、これまだ立ち上げてはいないわけでありますが、会議についてはですね、非効率的な会議もありますが、その会議がなければまさに横軸は通らないわけでありますから、そうやってしっかりと横軸を通して、そして私が議長であって、まさに、官邸が主導してそうした政策を推進していきたいと思います。山本一太。はい、山本一太科学技術担当大臣。科学技術担当としてお答えしたいと思います。今先生のおっしゃった、問題意識は大変重要だと思ってまして、ちょっと藻類の話は私も今初めて聞いたんで、急いでちょっと筑波にも問い合わせて中身を確かめたいと思いますが、今おっしゃったように研究開発科学技術、この省庁横断になっている予算、ここにしっかり横軸を通してまさに国家戦略として司令塔機能を果たすというのが実は私に求められている、その総合科学技術会議に求められている役割でございまして、これについてはもう過去もいろんなプロジェクトで省庁横断の流れを総合科学技術会議として各省にお願いして作ってきているところですけれども、さらにその機能を高めてですね、総合科学技術会議もまもなく新しい会議が国会同時に通ればスタートすると思いますので、総理にもリーダーシップを振るっていただいて、今おっしゃったような問題に的確に取り組めるように私も担当大臣として一生懸命頑張っていきたいと思います。上松恵美子さん。山本大臣、本当にこれ取り組んでいただきたいと思うんです。と申しますのは、エネルギーの輸入国からともすれば輸出国に変わるという、これ大きな転換ができるんですよね。でなぜ私は総理のご答弁にこだわったかと申しますと、総理はよく強い国日本を作りたいということをおっしゃっております。で先ほど櫻井議員の ご答弁を聞いてますと、その強い国の定義というのは経済的にも強く、そして外交的にも安全保障の面でも強い国を作りたい、もっと踏み込んでいれば、安倍総理のご発言から言えば軍事的にも強い国でありたいというふうに思っていると私は受け止めているんですけれども、一方でその気持ちがずっと前から信念として
何十年も前からお持ちであったのであれば、私は一つ聞いてみたいことがあったんです。というのは、食料自給率が4割、いわゆる戦後60年間あったにもかかわらず、食料自給率が 40% を切るまで放置をしていた。そしてもう一つは、エネルギー生産が 4% しかできない、96% 輸入に頼るこの国が、本当の強い国になれるのかということを疑問にずっと持っていたわけです。つまり自国の国民が食べるものと使うエネルギーは 100% 自給できる体制づくりを時間をかけて作っていかなければ、本当の意味での強い国ではなくて、強がっている国にしか諸外国には見えないんですよ。ですからこういった2つの点について体制づくり万全にしなければ見透かされると思うんですけれども、総理のお考えを伺いたいと思います。内閣総理大臣。エネルギーについても、また、食料についても、安全保障上の観点から考えるべきであって、つまりいざとなったときにですね、お金を出しても買えないということが、生じうる分野であって、ですから各国はですね、戦略的に考え、場合によっては強く保護をしているんだろうと思います。だからこそ、我々自由民主党はですね、現実的に自前のエネルギーにこだわるべきだと。このように考えている中において、3年間でですね、今、委員が指摘をされたオーランなんとかというですね、もう原料にしたものも含めてですね、我が国の自前のエネルギーの開発のために、国家資金を投入していくべきだろうと、このように思っておりますし、農業、食料についてもですね、そのために何をすべきか、まさに攻めの農政を進めていく中においてですね、食料自給率の向上を図っていきたいと考えております。上松さん。そうなんです。ですから安全保障上の問題として食料を捉えますと、個別所得保障制度は別にこれはですね、ばらまきでも何でもないんですよ。食料自給率 100% に持っていくのはこれ国として当たり前にしなければならないはずなんですよ。それにもかかわらず中身の伴わない強い国を主張したとしても本当見透かされてると思っておりますよ。こんなことは私子供でも分かるんですよ。でエネルギー政策もやはりあるんだったら研究費を結集して研究者を集めて本気で作っていくべきであると思っております。で私は強い国というものは本当は世界で尊敬される国でありたいと、この日本はそういう国であってほしいと思っております。で、そうなんですよ。で、今ですね、日本の研究者たちって素晴らしいですよ。医療分野にしても、先ほどのエネルギー開発にしても、本当に少ない研究費の中でですね、世界のトップレベルの研究を目指して切磋琢磨をしている。で、こんな少ない予算で素晴らしい研究をしてくる日本人を、どんどんとやっぱり後押しをして輩出していくことが、この国のプライドにつながってくると思いますし、本当の意味で尊敬をされ、そして強い国になるんですよ。で、私はこの研究を進めていくことは、次の世代が食べていくための新産業を生み出すと思っておりますし、ですからこれは経済的にも強い国につながります。また医療の分野、年末には山中教授が iPS 細胞でノーベル賞を受賞しましたけれども、こういった医療の分野もどんどんと進めていってください。そうすると世界の国々の命を預かっている国っていうものは尊敬もされ、そして強いですよ。で、私はやはりこういったことを続けていくことによって、今自国の国民、やはり日本の国民が自信を失っていることをもう一度プライドを持ち直すきっかけになると思うんですけれども、世界で活躍している日本人が米国やフランスやっていったところにずっと連れて行かれております。この頭脳 の流出を防ぐためにも、こういった分野成長戦略、的外れなことだけはしないでいただきたいと思うんですが、先ほどのご答弁お願いいたします。はい、下村博文文部科学大臣。お答えいたします。全く共感をする質問していただきましてありがとうございます。今のご質問のようにですね、具体的な事例として申し上げれば、お話にもありましたが、山中教授、ノーベル賞を受賞されました。これをバックアップするために、国が iPS 再生医療について、今後10年間かけて、今まで10年間かけてということはなかったんですけれども、10年間かけてですね、1100億円の予算を計上して、この再生医療と、それから創薬、大変裾野の広い、そしてこれから日本が成長産業につながる分野だと思いますし、3本の矢の3つ目に当たりますが、こういうところに集中して、しっかりと研究者の育成を含めて対応してまいりたいと思います。
はい、上松恵美子さん。ノーベル賞を受賞した後にですね、スポットライト当てるのもいいですけれども、その受賞までの間、一生懸命研究されている研究者、たくさんいらっしゃいますので、ぜひともそういった研究者の目利きが効かないんですよ、日本では。で、目利きをやっぱり効かせて、そしてきちっと予算を集中させていくべきだと思っておりますので、そういったところでは安倍総理のお考えをもう一度お聞かせいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。この iPS 細胞にしてもですね、途中予算が減縮する中で本当に頑張ってきたと思いますよ。しかし我々もその中で問題点があるとするとですね、この iPS 細胞において創薬あるいは再生医療においてですね、日本では7つしかですね、まだいわばお薬等々について実用化に向かっていないんですが、治験中も含めたらですね、アメリカでは iPS 細胞は日本のまさに発明なんですが、アメリカでは97で出ております。そうした問題例を我々ですね、課題に取り組んでいくことによって、まさに明日ノーベル賞を受賞したというあの発明がですね、現実にこれは国民にとってですね、お薬あるいは再生医療として手に入る、そういう仕組みを作っていきたいと、このように思っております。はい、上松さん。内閣総理大臣は前回ここで美しい国日本とおっしゃられた、そして今回は強い国日本とおっしゃられた。私は政治家として次の世代の日本人が世界の舞台で活躍するとき、あなたは日本人かと、素晴らしい国だと尊敬の念を持って受け入れられるような、そんな日本を作っていきたい。いわゆる皆さん、ね、世界中の人から尊敬の念を持って受け入れられるような、そんな国を作っていただきたいということを、私は申し上げまして、本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。